はい、皆さんこんにちは。りなでーす。さかです。ティブラワークでーす。まあ、いろいろ並んであるよね、ここ。皆さんはコロナでもらったお金をどう使ってますか？もらった10万円は皆さんどう使ってますか？私たちは買い物に使いました。今日の動画で私たちは買ったものをちょっと皆さんとシェアしたいと思います。こちらにあるものの中ですぐに目に入るのが、じゃじゃーん、こちらのスーツケースだね。スーツケース買いました。ちなみにここの中でも一番高かったものだね。そうだね。リモアのスーツケース。はい。ドイツ人だからリモアってことだね。そう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 。そうドイツのレナにちなんでリモアのスーツケース買いました。私はドイツ人だからそう思ってるかもしれないけど、うん、リモアは世界で最もいいスーツケースのブランドだよ。リモアのクラシック、いろいろ見た結果このクラシックが一番シックで大人っぽくてかっこいいってことで決めました。そうかな。2,3 週間かかりました。そうだね。いろいろデパートとかも行ってね、現物とかも見て。まだ1回も使ってないから。そうだね。結局どれぐらい使いやすいかわからないけど、そう、私はもうずっと前からちゃんとした大きいリモアを持ってて、これめちゃくちゃいいから。そう、リモアの何がいいって転がしやすいんだよね。転がしやすい、このロールがすごいスムーズで大きいから。そうで、ただこのアルミは重たい。これだけでね 4.5 キロぐらいあるからかっこいいんだけど重たいっていうね。いくらだったっけ？高かったんじゃない？なんかもう10万ぐらい超えてると思う。11万2万ぐらいしたと思います、税込みで。まあちょっと詳しい値段は調べてここに載っときますけど、高の分はそれでなくなりました。はいはい。続いてこちら、これね、カメラ。カメラは3月にこちらのオズマアクションを買って、マイクがあんまり良くなかったから、ずっとこれ世界一周中に使ってたマイクなんだけど、 それを使いたかったけど、これをここの上にマウントするとモフモフが画面に映り込んじゃうから、どうしてもね上につけれずに、ちょっとどうしようかって思ったんだけど悩んでた。たまたまこのマウント、下のマウントの部分見つけて、でこれつけて横にマイクつければ画面に映り込まないってなって、 OK ってなって買いました。買ったものとしてはこのマウントかな。でタカはね、買い物し始めたら買い続けるから。で実はこれライトも買っちゃいました。ついたと思う。まあついた。たまに夜に外で撮ることがあるから。そうそうそう、暗すぎてこのカメラで何にも見えない。なのでこれがあれば、このかわいい軽い小さいライトがあれば夜中にも外で動画が撮れるようになったので、そう、これからもっと楽しい動画を送りたいと思います。じゃあ次は話したいのが白いボックス、これ。じゃじゃーん、皆さんわかりますか？これはアップルが出している AirPods Pro ワイヤレスイヤホン、ね、ワイヤレスイヤホン、こう入れてこんな感じ、ノイズキャンセルの機能がついてる、はいはい、そう、タカが隣で喋っても私は簡単に無視できる。そう、いろいろね音をねシャットアウトできるんだよね。電車乗っててももうすごい別の世界にいるみたいな、うん、ノイズキャンセリング機能がすごい強いから買ってすごい良かった。でちなみに買った理由がいくつかあって、うん、これをテレビにつないでテレビを見て、私が iPad とかで Netflix が見てる、うん、幸せの夫婦。そうだね。あとは小さい家に住んでるから、タカが仕事しながら私はヨガをやってて、今ねリモートワークですごい家から仕事してるんだけど、後ろでレナがヨガとか始めるとうるさいんだよね。ヨガの音もうるさい。でまあ普通のイヤホンだともちろんつけたままでヨガができない、動いてるから、ね、うん、でもこれワイヤレスだからこれで運動はできるのがめちゃくちゃいい。だからね本当に生活の質がねすごい上がったよね、これ一つ買っただけで。幸せの夫婦だよ。でもあれだよ、今ヨガやってるじゃん、うん、後ろでドタバタバうるさいから。音は消えたけど。次に話したいのがこの私の Apple Watch。 ただ Apple Watch は買ってないよ。そうだね、 Apple Watch はもう元々持ってるね、5年間持ってる。買ったのが新しい、おかしいよね。買
ったのがこの新しい、ベルト。そうだね、ベルト。で、私なんかベルトを集める変えたりすることが大好き。アップルウォッチの一つの楽しみ方。そうだね、服に合わせてベルトを変える、気に入りのベルトです。はい、続いて僕が買った財布。うん、そう、ずっと欲しかったでしょ。そう、ずっとね、財布欲しくて、もうずっとって言ったらもう付き合ってからずっとだから5年間財布を調べてるから。そうだね、ずっと次の財布どうしようかな、どうしようかなって思ってて、新しい財布買って、これがマネークリップみたいな感じ、マネークリップみたいな感じなんだけど、まあカードも入って、で、こっち見るとポコッと小銭も入るっていう財布で、あのグレンロイヤルっていうイギリスの革のメーカー。全部手作りでしょ。そう、手作りで、で、これエイジングするから1年後、3年後、5年後、10年後どん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 柔らかくなるし、色もちょっと変わるし、またこいつをね、10年間育てて使っていこうと思います。じゃあ次にまたドイツ、ドイツ、ドイツ、ドイツ祭りです。ドイツ祭り、初めてペアルックで何かを買ったことだね。そうだね、人生初だよペアルックしたの。私たちはそういうカップルじゃないからね。そう、こちらのビアケンシュトックのドイツの靴を買いました。老舗だよね、ドイツの昔からあるサンダルのブランド、ビューケンシュトックっていう。うん、で、私はまあ子供の時からそのブランドがしてて、両親がそれなんか家のスリッパとかに使ったりして、悪いイメージが、おじさん臭い、なんか、若者はあんま履かないみたいなね。うん、だったから、タカがなんかビューケンシュトックの靴を見に行きたいって言ったら、本当に？なんで？と思って。このパターン以外にも他にもいろんな形もあるし、うん、革の色もね、いろんな色があっていろいろ選べるから楽しい。で、私別に買うつもりなかったから、これタカが選んで、じゃあタカと同じやつ履いてみようかなと、気持ちよかったし。そう、で、これね、こうすごいね、足のホールド感があって、すごいガッチリカバーしてくれるし、でも足は出てるから夏は涼しいみたいな、なので色違いの同じ靴を買いました。まだ一回も一緒に履いてない。そう、一緒には履かないよ。あい、ペアルックで一緒に履いて、あの、本当にビューケンシュトックを持ってる人は大体それ10年とか。そうだよね、だからそれがいいよね、面白いよね。うん、それを長く使えるか楽しみにしてます。そう、はい、次はこのカラフルの靴です。スニーカーですね。はい、タカが買った、何だったっけ、ニューバランス。そう、ニューバランス、もともとずっとニューバランス好きで、履きやすいんだよね、歩きやすいし、もともと持ってたニューバランスがちょっとふにゃふにゃってなってきたから、新しいカラフルなニューバランス新調しました。まあ夏とかね、短パンにこれだけで、上 T シャツ、私もめっちゃ気に入り、ね、いいよね、可愛らしいよね。ダイソン、じゃじゃん、これは一番の失敗のものだよ。なんで失敗じゃないよ。あれ別にダイソンがめちゃくちゃ大好きで、ダイソンいいよね、とってもいいよ。ただ失敗したのが、もうずっと前から古いモデルのダイソンを持ってて、それがなんか壊れたと思って、壊れたんだよ一瞬壊れたんだよ一瞬壊れて、でタカは基本的に何か新しいものを買うには3週間とかかかるけど、いろいろ吟味するからね。そう、その時にたまたま当日に即決して、はい、ダイソン壊れたって、新しいダイソン買いました。買ったんだよね。で、これが新しいダイソンで、古いやつがね、壊れてなかったんだよね。1週間後にもう一回古いやつを使い直してみたら、バッチリ使えたっていうね。だから今、2台持ちです。ダイソン2台持ち。両方とも 100% 稼働。2人で同時に掃除ができるようになった。そうそうそう。だからいいんじゃない？でもこれ一番最新モデルじゃなくて、 V7 をめちゃくちゃ安く買った。はい、おすすめです。でそんな感じで、はい、今日の意外と、もう今全部紹介したね。数学ができる人はこれいくらなんだろうね、全部で。それが20万を超えてることはパッとわかるでしょ。そうだよね、20万しかお財布ないのに、まあ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 、買い物し始めるとね、止まんなくなっちゃうからね止めてまあいいんじゃない、でも経済を回すためにこう、お金をね、そうだね、そうだね、タンスにしまっとくんだったら使って、みんなにこう巡るで、自分に返ってくるからね、それ最終的には。いろいろ買いました。なので、この動画を終わりにします。
もう一回聞くけど、皆さんは持続化給付金を何に使ったかを下のコメントで教えてください。本当に気になる、気になるよね、みんなが何買ったのか。まあでも貯金したっていう人もいると思うんだよね、今後のために。そんな方が頭いいかもしれないよ。まあそうだね、ちゃんと生活費に使ったとか。そう、全然そういうことも知りたいので。まああれだよね、美味しいもの食べるとかもいいよね。あ、それなんか持続化給付金で、それに使えばよかった、ご飯に使えばよかった、すごい美味しい肉を買って食べるとか。教えてください、何に使ったか。この動画終わりにしますので、いいねボタン、高評価お願いします。いつも通り、まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録のボタンをポチッと押して、また次の動画が3日後にアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。